お時間を頂戴した。現実のあなたは学校なる場所からの帰り道、ゆえにそのお姿、そう心得ていただきたい。さて、君はまたしても興味深い選択をしてくれたようだ。主がおっしゃった破滅に抗うための欲望の鍛錬である。あなた様が自らの選択で異世界に訪れたことは、欲望の鍛錬に挑む意志があるということ。さてメロペ、始めようか。君に提案された通りに進めればよいのだね。頼まれていただきたい。ではあら、楽しみにしていよう。はじめまして、藤川家の後継者、藤川